もう一回あの改めて録画させていただきますと、まあこうね自分で見てても言うのもなんですが、なかなかあの綺麗な絵だと思うんですけども、もうねここまで電波が出てくれて嬉しいです。ここ本当ね実際の携帯とかも、通じない場所なんで、こういうねあのウェブキャスティングができるっていうのは、大変素晴らしいことだと思います。まあねあのふあの晴れてると全然やっぱり様子が違うんで、今カブビーチの方からまた少し見ていこうか。あとまた懲りずにやってますねパラグライダー。やっぱ晴れてるとね気分いいですよね、かっこいいっていう感じ。あこうなったらこう開けたりしますね。でパンダなんての周りかななんて思いますね。海のね色がねやっぱり綺麗ですよね。この青いろんな青があるやっぱりその濃さによって、ねえまあ、動かしてるけどあんまり動かさない方がいいかもしれないみたいな。まあ、じゃあ、まあ、また例のさっきのようにマカプビーチからちらっと見ていきますと、マカプビーチがアリーノでこっちにシラフパークがアリーノ、スクリプトピアがアリーノ、その向こう側にはワイマナロの海岸線が広がるとこういう場所ですね。あとあの一目でもねあの旅行に来た人はここの景色を見ていただきたいというふうに思います。ね、いろんなちょっと水平線回ってないようでもないもの、こっち来るとラビットアイランドが見えたと、ね、あまりなんかあの綺麗な景色の前で言葉はいらないかななんて思うんですけども、まあこの景色がね今日お届けできたということは、非常になんか嬉しいことだと思うんで、ね、いろんな苦労してあっちゃこっちゃから、放送してるとねいろんなことありますが、これは結構いいですね。じゃあもうちょっとね周りを見てみますと、あとこのね、山っていうか山っぽくなるんですけども、ここの裏はあのハイキングできるんですよね。さっきもこっちに行くにはどこだって聞いた人がいて、ちょっとちょうど見えないんですけど、この裏ぐらいにあの 裏ぐらいに灯台がありまして、ね、その灯台を見に行くこともできると。これよりもね高さがあるところから、あちょうどここのてっぺんぐらいじゃないですかね、まで登っていけるんですよね。で一応そしたら展望台、ロックアウトがついてまして、でまあねあそこまで高いんでこの絵がもう少し、違った感じでも見えると、そういう感じですね。まあ、ちょこっとワイドのレンズ使わないとこういうふうにあの要するに海岸線のねこっちとあのこのラビットアイランドが、入るような綺麗なフレームにならないんですけども、またねやっぱここに下がないよりはちょっと前を下舐めてやる方が、遠近感っていうのがやっぱ出るんで、こういうフレームもいいんではないかという感じでやってまいりました。やっぱり 3G でもすごいですね、アンテナがつくと。まあデータレートはさすがにあのいろんなもの起こってきてますが、まあこれだけねあのお伝えできればまあいいんじゃないかと。でまあ場所ですね、どこかと言いますと、これは、さっきちらっとマカプビーチと言ってしまったんでみんなわかると思うんですけども、マカプあちょっとなんかスペルが違ったりすんのかな、マカプルックアウトですね。
すごくここは何年か前から、綺麗になりまして、前はこんなにね舗装されて見やすくなかったんですけども、ものすごく、綺麗に、見えるんで、皆さんも来たらね、一度は、ここに寄ってほしいと思います。パラグライダー入りましたね、フレームの中に。こんな感じで電波が悪いところでもアンテナつけてねできるっていうのは、大したことだと思うんで、データレートすごい落っこった時と落っこった時ありますね。またこれもいいのが楽しみなんですが、とりあえずなんだかんだ言いながらも今日もお知らせできました。親父ハワイ100景です。いかがでしたでしょうか。なんかタイトルばっかボコボコ出したんですけど、そういえば27枚目の絵って言ってませんでしたね。27枚目の絵、これが、マカプアットルックアウトから、撮影しています。てな感じでね、今週も木曜日がねちょっとロケになっちゃったんで、この時間まで終わってくれるといいんですけども、もしあれだったら終わんないかなっていう気がしないでもないが、その時はその時で、多分サーフィン系なんでね、朝には終わっちゃうと思うんで大丈夫だとは思います。てな感じでお送りしてきました。親父100、親父ハワイ100景、いかがでしたでしょうか。今日ここから中継できたのが、配信できたのが良かったと思います。それではどうも、また明日どっからか綺麗な絵を、お知らせしよう、お伝えしますね。ではさようなら。